チャド・ジョンソンは、フロリダ州マイアミ出身の元アメリカンフットボール、選手。NFL のシンシナティ・ベンガルズ等に所属していた。現役時代のポジションは、ワイドレシーバー。これまでにプロボールに6回、オールプロに4回選出されている。2008年シーズン中に、背番号85に基づきチャド・ジョンソンから、チャドを貯身庫に改名した。 結婚を機に2012年7月、チャド・ジョンソンに本名を戻した。高校卒業後、彼は、オクラホマ州、ラングストンにある、アフリカ系アメリカ人向けの大学である、ラングストン大学に進学したがそこでは、アメリカンフットボールをしなかった。その後、カリフォルニア州のサンタモニカカレッジに転校し、現在カロライナ・パンサーズに所属する、ワイドレシーバーのスティーブ・スミスと、 チームメイトになった。2000年には、デニス・エリクソンヘッドコーチのオレゴン州立大学から、リクルートされて転校、ベンガルズで、チームメイトとなる、TJ ・フーシュマンザーデと共にプレーした。チームはその年11勝1敗で終えて、フィエスタボールでは、ノートルダム大学を破った。また、スタンフォード大学戦では、大学記録となる97ヤードの、タッチダウンレシーブを決めた。 2001年の NFL ドラフト2巡目でシ、ンシナティベンガルズに指名されて入団した。1年目は28回のキャッチで329ヤードを獲得、1タッチダウンといった成績だったが2年目から先発に定着、2003年にはチーム記録となるシーズン1355ヤードを獲得した。2004年には95回のキャッチで1274ヤードを 獲得、9タッチダウンを挙げた。この年のクリーブランドブラウンズ戦では117ヤードを獲得し58から48での勝利に貢献した。2005年には1432ヤードを獲得し、チーム記録を更新した。4シーズン連続で AFC のレシービングヤードトップ、2003年から2007年まで5年連続でプロボールに選出されている。 2006年4月20日に2011年まで契約を延長した。その年前半は怪我もあり、第8週までにわずか483ヤード獲得、2タッチダウンしか上げていなかったが、サンディエゴチャージャーズでは260ヤードを獲得、2タッチダウンと1試合でのチーム記録を更新した。翌週のニューオーリンズ戦一戦でも190ヤードを 獲得3タッチダウンを上げて31から16の勝利に貢献した。連続する2試合での450ヤード獲得は1989年にジョン・テイラーが作った448ヤードを更新する NFL 記録となった。翌週も129ヤードを獲得し3試合連続のレシーブ記録としては1970年の NFL と AFL の統合以来最高、それ以前も含めた記録に40ヤードと迫った。この年彼は87回のキャッチで、NFL トップの1369ヤードを獲得、7タッチダウンを上げた。フーシュマンザーでも1000ヤード以上を獲得、チーム史上初めて2人のレシーバーが1000ヤード以上、達成した。 この年のプロボールのファン投票では98枚7650票を獲得し、ワイドレシーバー部門のトップとなった。2007年にチームメイトのクリス・ヘンリーがフィールド外のトラブルで NFL コミッショナーのロジャー・グッデルから8試合の出場停止を課される前、ESPN のインタビューでヘンリーがいかに真剣にフットボールに取り組んでいるか語った。 2007年のボルチモア・レイブンズとの開幕戦ではカーソン・パーマーからの39ヤードの TD パスを決めた後将来のプロフットボール殿堂入りを予告するようなジャケットを羽織った第2週のクリーブランド・ブラウンズ戦では11回のキャッチで209ヤードを獲得したがチームは45から51で敗れたこの試合でアイザック・カーティスが持っていたチームの 通算レシーブヤード記録を更新した。第9週のバッファロービルズ戦で、ドンテ・ホイットナーとコイワイヤーに、サンドイッチにされて病院に直行して、CT スキャンの結果以上がないことが判明、翌週以降の試合を欠場することはなかった。11月25日のテネシータイタンズとの試合では、自己ベストの12回のキャッチで103ヤードを獲得、3タッチダウンを挙げた。 この試合での活躍で6シーズン連続で1000ヤードを超えるレシーブを達成、カール・ピケンズが作ったチーム記録を更新した。第15週にはフーシュマンザーでも1000ヤードのレシーブを達成、2年連続でチームには2人の1000ヤードレシーバーが誕生した。この年93回のキャッチで自身が2005年に作った記録を更新する1440ヤードを獲得。 三回目の記録更新となった。この年彼とフーシュマンザーでは共にプロボールに出場した。2008年のオフシーズンに2008年、2009年のドラフト一巡目指名権と引き換えでワシントンレッドスキンズとのトレード話が持ち上がったが、この話はまとまらなかった。6月18日に足首の手術を行い、8月5日にチームに合流した。 8月17日のデトロイトライオンズとのプレシーズンゲームで左肩を負傷し退場した。2008年チームはエース QB のカーソン・パーマーがシーズン早々に負傷して戦線離脱、開幕から8連敗を喫した。彼の成績も上がらず最初の4試合で11回のレシーブ、116ヤードの獲得、1タッチダウンにとどまった。続く、 ジャクソンビル・ジャガーズで5回のレシーブで37ヤードを獲得、2タッチダウンを上げる活躍でチームは21から19で勝利し、連敗が止まった。この年彼は53回のキャッチで540ヤード、4タッチダウンにとどまり、ルーキーシーズンを除くと自己最低の成績に終わった。2009年のオフシーズンには、フィラデルフィア・イーグルスとニューヨーク・ジャイアンツが彼の 獲得に興味を持っていることが報じられた。4月には、マービン・ルイスヘッドコーチがお調子このトレードを予想する、報道がしきりにされることに不満を漏らした。7月9日にツイッターを試合中に使用する予定であることを明かした。その後 NFL は、選手が試合前にツイッターを使用することを禁じた。8月20日のニューイングランドペートリオッツ戦では、負傷した。 プレイスキッカーのシェーン・グレアムに代わってエクストラポイントを決めて7から6でチームは勝利した。この年72回のキャッチで1047ヤードを獲得9タッチダウンを上げた。この年負傷したウェスウェルカーに代わり6度目となるプロボールに選ばれた。これはベンガルズの WR としてはリマーパリッシュに並ぶチーム記録となった。 この年の最終週とディビジョナルプレイオフでは、チームは、ニューヨークジェッツと対戦したが、第17週の対戦前にマッチアップが予想される、ダレル・リービスに、マインハッタンの電話ボックスの中でも俺をカバーすることは、できないと挑発する発言を行った。ペートリオッツ時代のオチ子にン0 1 1年の、年俸が600万ドルと高額であった。彼は、ドラフト一順で、チームが、 AJ グリーンを指名したこともあり、7月にドラフト開始名権と引き換えにニューイングランドペイトリオッツへの移籍が決定した。ベンガルズで前年まで彼がつけており、オチョシンコの意味、85番はアーロンヘルナンデスがつけていたが、無償で譲渡された。移籍1年目の2011年は15回のキャッチで276ヤード、1TD に終わった。 この年ペートリオッツは第46回スーパーボール出場を果たしたが、控えレシーバーとして出場することに不満はないか、質問した記者に対して夢だった、スーパーボール出場が叶ったのに不満などないと述べている。2012年6月7日、ペートリオッツから解雇された。残留に向けて3月には2012年の年俸ベースを300万ドルから100万ドルに、 契約見直しを行った。2012年6月11日、マイアミドルフィンズと1年契約を結んだ。同年7月、結婚を機に、チャド・ジョンソンに名前を戻した。8月11日、新婚の妻に暴力を振るった疑いで逮捕された。NFL 入り後ジョンソンが逮捕されたのは、初めてのことであった。その後、 ドルフィンズから放出された。この件では執行猶予となったが、2013年5月、保護観察官との面談をサボったため、逮捕された。6月10日、法廷での不真面目な態度を理由として、30日間の禁錮の判決を受けた。タッチダウンセレブレーションを好んでおり、リーグがタッチダウンセレブレーションを制限した際には、猛反対をした。 クリーブランド・ブラウンズ戦では、ブラウンズの熱狂的ファンがジンドルドッグパウンドに飛び込もうとして阻止されたり、グリーンベイ・パッカーズの本拠地、ランボー・フィールドでの試合を前にして、ランボー・リープを狙ったり同地区のライバルである、ピッツバーグ・スティーラーズ戦を前に、スティーラーズの本拠地である、ハインツ・フィールドの命名権を得ている、ハインツ社の主力商品であるマスタードを送ろうとしたが、 マービン・ルイスヘッドコーチに阻止された。NFL からの罰金を恐れずにパフォーマンスを行っており、2009年11月のボルチモア・レイブンズ戦ではパス補給成功のコールがされた後、レイブンズがチャレンジした際に審判に1ドル札を賄賂として渡すパフォーマンスをした際には2万ドルの罰金を受けた。また12月6日の試合では、 メキシコの民族衣装であるソンブレロをかぶり、ボレロを身にまとって3万ドルの罰金を受けた。また2006年のサンディエゴチャージャーズ戦では、ショーン・メリマンがキュービーサックした際に見せるダンスを披露した。2009年12月17日に亡くなったクリス・ヘンリーのユニフォームを次の試合で着用しようと、 考えたが騒ぎが大きくなることを考慮して取りやめている。2010年8月25日、プレシーズンゲームのキックオフ90分前を切った、時間におけるツイッターへの書き込みで2万5000ドルの罰金を課された。2006年10月25日にスペイン語で85をオチェンタ、ワイシンコと呼ぶことからオチョシンコと改名したと発表。 10月29日のアトランタファルコンズ戦で、彼は、チャド・ジョンソンではなく、オチョ・シンコと書かれたユニフォームで登場した。試合中には、オチョ・シンコと書かれたユニフォームで出場しなかったものの5000ドルの罰金が課された。その後2008年8月29日に法的に、本名をオチョ・シンコに変更したが、2008年は、リーボックと NFL の契約もありチャド・ジョンソンの、 名前が書かれたユニフォームでプレーを続けた。2009年のプレシーズンゲームからおちょしんこの名前が入ったユニフォームでプレーすることが許可された。2011年、自身の名前を再びチャド・ジョンソンに戻したい意向を明らかにした。2012年には名前を戻したい理由を夏に結婚を控えている、妻に作り上げた性を名乗ってほしくないからと語った。 ありがとうございます。